ないから近づくんじゃない。くそ、あっちから回り込めんか。白神さん、銃を頼む。女はどこだ。この上から回り込めるらしいっす。おい、お前らグレンカイだろ。あれ、お前あの医者のところにいた。悪いが、お前らを先に行かせるわけにはいかねんだよ。さあ来い。喧嘩売れっつーの。なんだてめえ。こっから先は通行止めだ。暴れるぜ。おれ、おれ。たくだらしね。これじゃどうなってるか分からねえ。てめえ邪魔だ、どき上がれ。それはこっちのセリフだ。さあ来い。うわっ、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 うわっ。ちょっとは運動になったかもな。
加減しつけえぞ。そこどかんかい、これ暴れるぜ。話しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。俺はもうグレン界の連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。貴様、応援はまだか。早く司令と西村さんまでやられちまう。ミキコ、マサハルさん、なぜだ、ミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。だがあれは真帆ちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。てめえ死ねえ。ああ、起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらが、こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を
焼き殺したのよ。そういえばカイトのおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ちっ、めんどくせえな。あ、だだだだだだ。銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。だったらこうしてる必要もねえな。カイトーさん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。なあカイトーさん、でしたらこちらを。これはカムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。昨晩のうちに調べてまとめておきました。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き堅気の人間だったようです。ただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようで、どうも実態のわからないきな臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがね。抜けるのも入るのも自由。それこそ大学のサークル感覚だな。昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って堅気として過ごしてたんだろうさ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようです。にもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。ミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが、結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうするんだ。そうだな、とりあえず現場を調べるか。現場というと？昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえ。なるほど。ですが昨日の今日です。警察が入れてくれますか？許可取るつもりなんて最初からねえさ。忍び込む。そうですか。なんかすごいですね。それじゃあ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよろしくお願いします。彼女を止めてあげてください。ジュン、それにカイトさん、なぜ？ゲー、あー、これはその深い事情があってな。貞本さんこそどうしてここに？いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前何をやってるんだ。一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ。俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジュン。まったく、あの子は。あの、貞本さん、ちょっと話せるか。ジュンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコ？結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる？ミキコは どこにいるんですか？無事なんですか？ああ、無事といえば無事だ。だが相当厄介なことになってる。厄介なこと？そんなことになっていたなんて。
まさかミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だって。にわかには信じがたいです。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あの、カイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよね。そうらしい。ストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心当たりないか。今はとにかく情報が欲しい。まさか。ん？どうした？実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで、話がまとまればかなりの額で売却できるとか、そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きました。そうか、その放火事件の裏にグレン会がいたってことだな。立ち退きに応じないミキコの両親を脅すために。あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して売却されたそうなのです。そしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人なら殺してやりたい。たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。それと貞本さん、そのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ。純の本当の父親のことだ。純が言っていたんでしょう、あなたが本当の父親かもしれないって。あ、わかるのか。以前純と言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。純は私の息子です、間違いありません。まあそうだよな。純自身本当は分かっていると思いますよ。そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう14ですからね。分かってる？そうなのか？ええ、純はそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思います。純のやつその頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようで、ずっと憧れていたようですよ。ヤクザのヒーロー、カイトーさんに。うん、本人からも聞いたよ。私は純が小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思います。だからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。
実の父親としては情けない話ですが。あ、まずい。取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく。責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。ええ、例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。ええ、大丈夫です。ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ。結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さて、クソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。なあ。確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時だ。行くぞ。ダメだ、こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ、こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、分かった。
んだろう。
大手。え？そんなはずは。本当だ。弱えな。社内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に。教わったわけじゃないし。まあ生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、赤いとのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、わかった。はい、なんでしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが、不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。ええ、お安い御用です。海藤さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。なるほど。ハングレグレン会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。海藤さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか。届き次第解析してみましょう。おう、わかった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ。嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。そっちだな。なあ、俺たち旗から見たら変じゃねえか。そうか。野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。わからん。だが可能性はある。ミキコが次に剣持を狙ってるんだよな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん。同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ。さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。
この前話しとったジジがおるやろ。立ち退き拒否する一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの？孫みたいに可愛がっとる犬ころがおんねん。あれさらってやっと。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやったね。それじいさんに食わして犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。しゅうちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やねん。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく行ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが。あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレン会で滝にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったら半グレとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで。半グレなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやねん。寄付なんかもしとるねんで。そうなんだ。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？ああ？ガキは引っ込んでろ。話せってんだろ。
ジュンのやつ、たく仕方ねえな。このガキは。早く行きなよ。あ、ありがとう。邪魔しやがって。こりゃしつけてやらねえとな。待て、そいつは俺の連れだ。文句なら俺が聞いてやるよ。んだてめえ、こいつの親父か。だったら親子まとめて教育してやるよ。さあ来い。覚えてやがれ。おっさん悪い、剣持ちを追わなきゃいけないのに。そうだな、だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持ちはまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ、足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。あれ、火葬の時外すんかな。普通は外すんじゃない。せやけど葬儀屋かてそんなとこまで見えへんやろ。お稲荷さんの裏側やし気づかれんのちゃう。お稲荷さん知らん。お稲荷さん、あそこのことそう言うやろ。耳たぶってお稲荷さんって呼ぶの？もしかして大阪の方言？おいおい、かまととぶるなよ。かまとと？あかん、あかんわ。ジェネレーションギャップか。お前には教育が必要そうやな。ああ。
兄貴、あいつらっす。ん？あ、さっきのお前か。俺の後輩を可愛がってくれたのはよ、お礼に来たぜ。死ねえや、俺は。ねえ、もうめんどくせえな。それどころじゃねえが、仕方ねえ、速攻で片付けてやる。手間かけさせやがって。ジュン、急いで剣持たちを追うぞ。俺のグレンカイもでかくなったもんや。最初は9人かそこらの大学のサークルやったやで。すごいよね、シュウちゃんのことを慕ってたくさんメンバーが増えたんだよね。さあ、グレンカイはなフラットやからな、上下関係とかないね。そこがええらしいんや。みんなニックネームで呼び合うんやで。俺はな、上下関係とかそういう堅っかしいの嫌いやね。そうなんだ。グレン会のメンバーはみんな友達や。一緒に飯食って酒飲んで旅行にも行く。困った時は助け合う。仲間傷つけたやつは許さへん。仲間傷つけるやつがおったらみんなで一緒に袋叩きにすんだ。そやけど入るも抜けるも自由、縛りもあらへん。それがルールや。じゃあ抜けた人は仲間なの？もちろんや。せやからカムロ町でグレン会の OB 殺しとる女は必ず見つけ出してぶっ殺さなあかんねん。生きたまま皮剥いでその皮目の前で犬にでも食わしたるわ。楽しみやわ。えらいね、シュウちゃんは友達を大切にするんだ。
なあ、あそこって何？なあ、お前は知らなくていいことだ。あれってどうした？あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。まずい、罠だ。え？剣持の野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。話せ！ミコさん！くせえ！どうする？もたもたしてられねえ！勝ち込みだ！マジで？俺はどうすれば？危ねえから、お前は事務所に戻ってろ。うん、分かった。母ちゃんのこと頼んだからな。おい、お前千田か？バトンとこの。カイト、なんでてめえが。ミキコと一緒にいたよな。どういうことだ？ミコさんを依頼人を守るためだ。それじゃまさかお前らの依頼人ってミキコだったのか？そうだよ。詳しい話は後だ。ミキコはどこにいる？ミキコさんなら上に連れて行かれた。やられたぜ。このホテル、クレン会の島らしい。だとすると厄介だな。カイト、すまねえ、頼む。あの人、ミキコさんを助けてやってくれ。言われるまでもねえよ。早速現れやがったか。さあ来い。ったくだらしい。おい、そんなんじゃ当分動けねえだろう。とりあえず表に出とけ。悔しいが、そうさせてもらうぜ。エレベーターは一番上で止まった。あとは頼む。奴を部屋に近づかれな！ってことはミキコがいるのはそこだな。邪魔だ！どきやがれ！暴れるで！うわっ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 ！うっ！うまた。
っとは運動になったかもな。してたんやってんな。一歩遅かったようやな。あんた何を守るつもりやったんや。
こいつどんだけタフなんだよ。何言ってんだ。あの女の家、中には誰もいねえって旅行中やって聞いとったよ。だから火つけて。忘れさせてくれるくらいにな。なあ、もっと殴ってくれや。せやないと痛ってあかんのや。たまらんのや。ここがずっと痛いんじゃ。お前は死ぬまで怯えて苦しめ。ミコ、遅くなってすまなかったな。